中国と韓国が仲良く経済破綻。習近平総書記は10月16日から開かれる第20回中国共産党大会で異例の総書記3期目を目指しています。というかもう確定させたと言っても良い状況のようです。これはこれで不満や批判が吹き上がるネタなんですが、中国経済が厳しさを増していて本当にやばいことになっています。そして中国への依存度が高い国は巻き添えを食い、共倒れの危機に直面しています。韓国はその最たる例ですね。韓国経済は今恩が急落しており、こちらも非常に苦しい状況を余儀なくされています。というわけで今回は中国と韓国のそれぞれの経済状況をもとに、その共倒れの現実を見ていきます。中国の4月から6月の GDP 国内総生産は前年同期比 0.4% 増、日米などと同じ前期比年率換算すると10% 程度の大幅なマイナス成長となっています。ゼロコロナ政策による上海などの封鎖措置や格差解消政策共同富裕で不動産業界や IT 企業など規制強化を進めたことが背景にあります。さらに不動産市況も深刻で、開発業者の資金難で建設工事が中断するマンションが全土に広がっています。購入者が抗議のためにローン返済を拒否する動きが拡大するなど社会問題化し、金融機関の不良債権拡大につながる恐れも。7月の鉱工業生産や小売売上高も低調で、雇用も16歳から24歳の失業率は 19.9%。 熱波による電力不足で生産停止する工場も相次ぎました。こうした不安な状況を受けて、今年上半期の家計部門の銀行預金残高は10兆3000億元、約205兆円と前年同期から 13% 増。一方、7月の個人向け融資は前年同月比 63% 減と落ち込んでいます。これを聞いただけでもやばい匂いがプンプンしているんですが、中国は海外にもとんでもなく巨額の不良債権問題を抱えていて、それに対応できずにいます。ここからは中国が抱える海外での不良債権について詳しく見てみましょう。海外の不良債権、それは一帯一路の失敗です。最近だとスリランカがデフォルトしましたよね。あれも中国からの債務が大きな原因になっているんです。同国への借金が返せなくなってしまったというわけですね。中国は巨大経済圏構想である一帯一路に多くの途上国を取り込むために、スリランカやその他アジア、アフリカなどの国々に大きな投資をしてきました。ただ景気よくお金をばらまいたのはいいものの、これを回収できていないんです。これは中国にとっては痛いですね。同国はこうした国々の港など重要なところを担保にとって融資をしていました。だから借金の返済ができない国は港を抑えられてしまうということで、一帯一路については債務の罠だなんていう表現もよく耳にします。でも罠を仕掛けた側であるはずの中国が大損をこいているというのが現実のようです。膨大な不良債権を抱えることになるわけですから当然ですね。しかも借金が返せないなら同国が港などのその国の重要拠点を抑えるとは言っても、現地の人から反感を買うだけでそんなうまいことはいきません。しかもこうして中国寄りになって国の経済をどん底に突き落とした政権は倒されますよね。そして次にできる政権は反中国の政権になりますから、その国の覇権を中国側が握ることは難しくなるわけです。巨額の借金を踏み倒されるは、その国の人たちからは大いに嫌われるわで、中国にとって良いことなんて何一つありません。つまり、一帯一路で世界制覇を狙うなんてのは、習近平国家主席の夢物語。実際にはこうして失敗しているということなんです。まあ、このように、経済状況を悪化させる問題が国内外で起こっていて、もはや八方塞がりといった状況の中国。今年の10月には5年に一度の中国共産党大会が開かれて、習近平国家主席は第3期の続投を宣言するつもりです。
本当は、ここまで経済を悪化させた習近平が第3期続投を狙うこと自体がずうずうしいんですけどね。それを正当化するために、コロナ対策に貢献したとアピールしたいんでしょう。だから、ゼロコロナ政策も継続しているんですね。でも、これも、結局は中国経済を悪化させている要因です。まあ、この先も習近平政権が続くのなら、中国経済に明るい未来は来ないでしょうね。さて、ここまで中国のやばい経済状況を見てきましたが、この経済不振の影響をもろに受けるのが韓国。中国の煽りを受けて、共倒れしてしまいそうな状況です。韓国にとって、中国は最大の貿易相手国ですが、くしくもユン・ソンニョル政権が発足した5月以降、対中貿易赤字が続いています。朝鮮日報は、1992年の国交正常化以来、初めて、対中貿易収支が4ヶ月連続赤字となる見通しだと報じました。ある専門家は、中国の生産が伸び悩むと、韓国は玉突き的に弱くなる。物価高で輸入が減らない一方、輸出だけ悪化する構図だ。工業化が進んだ経常黒字国と見られてきた韓国だが、黒字幅がかなり圧縮されている。と分析しました。ウォン安と物価高が進む中、韓国銀行、中央銀行は、4会合連続の利上げを実施。2022年の GDP 成長率見通しを 2.7% から 2.6% に下方修正しました。さらに、韓国にとって残念なデータが発表されました。今年上半期の韓国向けの海外直接投資が昨年に比べて 15% 以上減少。この状況を受けて、韓国の経済界からは、韓国もアメリカやフランスのように、政府がもっと海外投資の誘致を積極的に行うべきだなんて声が多く上がっているそうです。また、韓国の経団連にあたる全経連が9月7日に主な先進国の海外直接投資に関する報告書を公表しました。2017年から2021年における20カ国と地域の中で海外直接投資を比較したところ、韓国は2017年の15位から2021年には17位へと2ランク下落。しかも、今年上半期の海外から韓国への投資も 15.6% も下がったことが分かったんです。さらに、今年1月から3月期の韓国企業による海外への直接投資は昨年の同じ時期に比べて 124% も増えたといいます。つまり、これ、どういうことかというと、韓国から資本がどんどん海外へ流出しているということなんです。海外からは投資が減って、加えて韓国企業も外へ出て行ってしまうという現象が起きているわけです。今の韓国の悲惨な経済状況を考えると、やばすぎますよね。ちなみに、今年の1月から3月だけで、韓国から流出した投資額は、日本円で約3兆6000億円にもなるそうです。すごい額ですよね。韓国の全経連は、この報告書で、韓国国内における企業の経営環境悪化から、韓国企業の海外への投資が増えていると指摘しています。そして、その上で、世界的な投資先として、韓国の魅力が低下していると全経連は分析しています。韓国にとっては、結構きついデータですね。だから、全経連は、韓国政府は、海外からの投資の方法を、アメリカやフランスから学ぶべきだ。と、しくりと苦言を呈しているようです。アメリカは、オバマ政権の時代から、アメリカへの投資を積極的に誘致するためのサミットを開催。今年のサミットでは、アメリカへの投資として、日本円で、約8兆5000億円の投資と、5万人以上の雇用を誘致しました。また、フランスも、2018年から、主な企業の最高経営者を多く招いて、大統領や閣僚自ら国に投資すべき理由を発表するキャンペーンを行っています。そして、このキャンペーンを通じて、昨年までで、1600件余りの投資と、4万5000人以上の雇用の誘致に成功。韓国はこうした国々のようになりたいんでしょうけど、ただ、難しいですよね。今の韓国の経済状況を見る限り、とてもじゃないですが、お先真っ暗で、海外から見ても投資したいなんて思えないでしょう。
まあ、アメリカとフランスを見習えとは言っても、市場規模が違いますから、そもそも、韓国の市場に魅力がありません。というか、韓国の企業すら海外に出て行ってしまっている始末です。ちなみに、どうしてそんなことになっているかというと、韓国の最低賃金がいきなり高くなったからです。ムンジェイン政権の頃に、景気の動向を無視して、大統領が、どんどん、強引に最低賃金を引き上げたせいで、企業の経営を苦しめました。ムン政権は、最大の支持母体である、財閥系の労働組合の要求に応えるばかりで、韓国の中小企業のことなんて、何も考えていませんでした。もちろん、これに苦しんだのは、韓国の企業だけではなくて、韓国にいる海外の企業も同じで、企業は、高くなっていく最低賃金を支払えなくなりますから、もっとコストの安い国に移ってしまったわけです。つまり、ムン政権のめちゃくちゃな経済政策のために、韓国から投資がどんどん海外へ流出してしまったわけです。それから、韓国に投資が集まらなかったり、国内から資本が逃げていくのには、他にも理由があります。それは、韓国が日本やアメリカから見捨てられたと、世界に判断されたからです。実際に、韓国経済は今、どん底で、今すぐにでも助けてほしい状況なわけですが、日本も、韓国の SOS を無視し続けています。あ、もちろん、日本が助ける義理はありません。反日政策をやっておきながら、困った時だけ泣きついてくるというのは、さすがに虫が良すぎます。自業自得というやつですね。また、これまで韓国経済を支えてきた韓国の主力産業である半導体の分野でも衰退の傾向にあります。このままでは韓国の中小企業は経済悪化に耐えられずに次々と潰れていって、そして優良企業は次々と買い漁られてしまうでしょう。韓国企業とは名ばかりで、その株のほとんどは海外の人が持っているという状況になってしまうんです。つまり、韓国経済が他の国に支配されるようなものですね。こうして見ていると、お隣さんは、先進国とは言えないほど経済基盤が弱い国ということがわかります。9月7日には、ウォンが、一時、1ドル1388ウォンにまで進みました。1400ウォン突破も時間の問題だとも言われています。しかし、韓国政府は、何も対応ができていないので、ウォン安はさらに進んで、貿易赤字も増え続けるでしょうね。これ、日本も円安が進んでいるから同じじゃないの？って思う人もいるかもしれませんが、韓国のウォン安は、日本と比較にならないほどの速さで進んでいます。ウォンは、他の主要国に比べて、特に下がり方が厳しいと言われています。というのも、先ほど言ったように、韓国は今年に入ってからも、貿易赤字は拡大中。それに、韓国の家計債務がとんでもなく膨らみ続けており、景気が低迷しています。まあ、こんな経済状況の中で、アメリカ FRB が政策金利を急速に引き上げれば、韓国経済が持たないことぐらい投資家たちはわかっているわけです。だから、さらに強気でウォンを売りまくっているわけなんですね。朝鮮日報も、ユーロ、円とは違ってウォンは新興国通貨だから、ウォン安の勢いが止まらないと報じています。韓国の投資家がウォンを売り始めれば、国内で再び通貨危機が起きてしまいます。韓国政府は、今、そうした状況が今後起きてしまうかもしれないと頭を抱えているようです。竹島から撤退し、日韓合意の効力を認め、レーダー照射問題など、数々の挑発行為を謝罪すれば、日本が助けてくれるかもしれませんよ。韓国さん、謝るなら今です。まあ、個人的にはこのままでも良いと思ってますけどね。それではここで、中国と韓国の共倒れについて書き込まれた、ネットの反応を一部ご紹介します。中国経済崩壊と韓国経済崩壊は同時にやってきそうだね。その通り。この10年ひたすら中国経済崩壊、韓国経済崩壊と連呼し続けてきたからな。雨の日も風の日も工作員に負けず、ひたむきに主張してきた。その成果がようやく出始めた。でも、中国経済の停滞は、習さんの願いでもあるんです。ゼロエコノミーにして、中国の意地悪クラブをやっつけます。
未だに中国でサプライチェーンを維持している日本企業が存在するとは信じられないが、もしそういう企業があるなら不買すべきと言えるね。リアルに有事になったら部品が手に入らなくなるから、もはやサプライチェーンを独裁国家に委ねるのは自滅に近い。自滅してみないとわからない企業もいくつか存在するだろうが、それでこそ再生できるだろう。大半の日本企業にとってはどうでもいい話だ。中国の皆さん、愛国心を発揮するのはやめましょう。現実に目を向けてください。さようなら。ネットの反応にもありましたが、日本は経済安全保障の観点から対中姿勢を見直す構えですが、サプライチェーンの面でも脱中国依存を進める企業が相次いでいます。自動車大手マツダは、取引先の部品メーカーに中国製部品に関して中国以外の並行生産や在庫積み増しや日本での在庫保有を要請したようです。また産経新聞は、ホンダがサプライチェーンを再編し、中国とその他地域を切り離す検討に入ったと報じています。ホンダの生産拠点は二輪、四輪、エンジン工場などが中国や日本のほか、米国、カナダ、メキシコ、タイなど24カ国に及びます。中国からの部品供給を東南アジアやインド、北米などにシフトできるか検討しているようです。そんな中、政府は今月、経済安全保障推進法の一部を施行しました。中国を念頭に置いた経済リスクへの認識も高まっていますが、岸田文雄政権はどう動くのでしょうか。日本もチャイナリスクへの対応を迫られているようです。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、中国への依存に苦しむ国は韓国だけでなく世界各国に広がるでしょう。習近平国家主席が3期目続投が確実なようですから、中国が倒れること前提で日本も共倒れすることのないよう早めの対策を立てておく必要がありそうですね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。